あのクリスマスケーキ予約してたんですけど、今日はうちにゲストが来るんですけども、誕生日なんですよ。なのでクリスマスパーティーと言って実はサプライズでバースデーみたいな感じでしてやりたいと思います。かろうじて読めるっていう感じですけど、あ、でもなんとかできました。よし、はい、セット完了です。家の中で今回はちょっと楽しく過ごしたいと思います。で、それまでちょっと時間がありますので、そう、まだちょっと日はガンガン照ってますし、まず夕方まで時間がありますので、それまではちょっと近くのカフェに行ってちょっとパソコン作業やっていきたいと思います。はい、じゃあまずは一人クリぼっちを楽しみましょう。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、イベントごとって、まあ、ちょっと苦手でして、そう、あのこうしたいっていう欲ってあんまないんですよ。そう、でもそういう時に彼女がじゃあこうしようよっていう風にアドバイスというかアイディアくれるんで、そう、なんか助かりますよ ね、 ね。それにしてもクリスマス感がマジでないんですけど、皆さんどうでしょうか周りは。はい、ただいまー。じゃあちょっとゲストが来る前に綺麗になってきます。はい、はい、どうぞ。さあさあ、ゲストが来ました。あ、どうぞどうぞ。あ、寿司ショッピングの動画。はい、どうぞどうぞ。すごい、ラザニア。ありがとう。じゃあ、メリークリスマス。イエーイ。リス。よし、ということで、パーティーも終わって、あとは寝るだけですね。久しぶりにマウスピース前出てみましたけども、やっぱ喋りにくいですね、これは。はい、ね。寝れた。寝れたなんか起きちゃったやつ。あ、起きちゃう。企業さんからもらったやつが役立ったよ、今回もね。頑張ってよかった。はい、朝の準備をバッチリです。よいしょ。明けましておめでとう。おー、びっくりした。ピース、平和。ピース響きますね、今大事ですもんね、ピースは。じゃあいいですか、ちょっと今日何持ってきたのか見ていいっす。いいよ。4年前に、4年ぐらい前に、うん、何で買ったんだっけな、多分その前に使ってたやつが、うん、なんかここが壊れて、うん、あ、ここが、そう、だ、洗濯機にすぐ起きちゃって回しちゃって壊れて買い替えました。あ、そうなんだ。なんか、なんかすごい、なんかいいストーリー聞けるかなと思ったら壊しちゃったな。デザインってさ、飽きたりしないの？いや、飽きない。買おうかなみたいな。こうたまにさ、うん、あのメガネ屋さんに行って、うん、試したりするんだけど、うん、でもやっぱりこれがしっくりくるから、まあ、そうなんだ。じゃあもう最初からお気に入りのものをゲットできたの？あ、そうかもね。なんかかけた時に、うん、いいじゃんこれみたいな。あ、そうなんだ。うん、直感で、あ、直感合ってるかなと思って。直感で選ぶの大事だよね。うわー、軽い軽い。え、これ iPhone？ iPhone6 です。6？ はい、6、 iPhone6、 軽い、ちっちゃい。あの電池を1回今年変えました。うん、あ、電池変えたんだ。おお、変えて、電池持ち復活した？復活した。あ、そうなんだ。倍ぐらいになった、また。倍になったんだ。電話して、SNS やって、LINE して、うん、地図やってみたいな。あ、ぐらいだもんね。この小ささいいね。でも壊れるまで使うかな。めっちゃ、これ何年ぐらい使ってるの？6年ぐらいかな。6年？はい。あ、6だけに？6だけに。じゃあ俺11だから11年使わないといけない。これスマホにしてから初めてのスマホって感じ？あ、そう。
うわ、初めて買ったスマホ。でももっと早く壊れるかと思ったんだけど、うん、全然ね、壊れないから。すごい6。うわ、ちょっと僕も勉強になりました。勉強になりました。物は大事にね。物は大事にね。じゃあ次お財布、はい、うわ渋い。おっさんみたいな財布を使ってます。おっさん。これは2017年に、うん、ワーキングホリデーに行くときに、ちょっと持ちやすい財布、うん、でちょっとまあ壊れたり盗まれたりしてもいい財布を買おうかなと思って、そう無印で。これ無印なんだ。そう、でも牛革でね、すごくしっかりしてて、うん、うん、そうそうそう、すごくしっかりしてるね。しっかりしてる。無地に見えない。おしゃれ。おしゃれだよね。なんか色がね、どんどんこう渋くなっていくから、うん、それもそれで味があってね、うん、いいかなっていう。それまではどんな財布使ってたの？それまではブランドが大好きでね。あ、ブランドが大好きだった。そう、ブランド大好きで、うん、ブランドのお財布をこう2年に1回ぐらいで買い替えたりしてたんだけど、うんうんうん、ノマホリに行って、うん、なんだろう、ちょっといろいろ自分の考え方とかが変わって、うん、のブランドに対する執着とかは全然なくなって、うん、自分に必要なものは何かなって考えたり、うん、まあ、いらないもの、これなんか持ってきたけどいらないなとか、そういうのをこう経験で学んだというか、うん、まあ、いらないものはどんどん削ぎ落としていったっていう感じ。なるほど、勉強になります。なんか俺うまいなみたいな。これはでも1年半ぐらい前に買ったかな、うん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 、でお泊まり行く時とかは、うん、こっちの、うん、これお泊まり用のポーチで、うん、その必要なものだけ全部これに入れて、持ち歩きます。そんなに。おー、なるほど、こんなもんね。メイク道具だったり、最小限のメイク道具が入ってます。へー、絶対使うものはもう決まるもんね。あ、決まる。あ、一軍だね。あ、そう、全部一軍たち、うん、入れてた時もあったけど、うん、結局二軍たち使わないずに、うん、旅行を終えることが多かったから、うん、結局使うもの一緒だなと思って、うん、確かに、そうだよね。これはいるよね。ああ、なるほど。やっぱこれね、充電器ね。はいはい、かわいいこれ充電。うんうん、はい、あと足したことないかな。あと歯ブラシでしょ。うん、ああ、歯ブラシね。はいはい、衛生上必要。お泊まりセットでね、これね。そうそうそう、はい、衛生上必要。あ、衛生上、翌日、はい、翌日の靴下。翌日のお泊まり用だね、これ。はい、靴下ね。すごい、なんかカタルーニャを知る時点。これがしかもこれ、図書館で借りちゃってるんだけど。え、図書館で借りてない。これはね、深川図書館で、深川図書館っていうの。深川図書館。読んだらもうね、返せるしね、うんうんうん、確かに、確かに読んだら返せる。スペース取らないから、うん、図書館いいよ、図書館いいです、うん、あ、めっちゃ軽い。え、めっちゃ軽い、うん、なんかね、空気みたいなね。うん、本当に空気、空気するって言った。やっぱ旅する人ってうまいね、こういうのね。え、ちょっと後ろ見せて。え、あ、はいはい。肩もさ、うん、全然痛くないよ。そうそう。へえ、こんな感じ。すごい。え、めっちゃ軽い。でかいしね。そう。で、ポケットもね、とてもたくさんあるんだよ。うん、え、うん、ここもさ、なんかパソコンも入れられるでしょ、ここに。うん。で、ここにポケットもね、へいっぱいあるし。へぇ。ここは、収納が結構広めで、ここはね、収納そんなに。あ、そこもあるんだ。そうそうそう。すごい。広くはないんだけど、うん、ここも入れられるでしょ、ポケットあるし。へぇ。あとここも、ここはね、結構広めなんだよ、ここも。あ、ここ靴とかも入る、シューズ。へぇ。そう、で、ここもポケットあるでしょ。あ、すごいね。めちゃくちゃポケットある。うん、避難する時もいいかも。あ、そうそうそう。ここにね、お水入れたり。そうそう、おしゃれだね。そう、傘、うん、折りたたみ傘入れたり、うん、こっちにもね、ポケットがあるから。ポケットだらけだ、すごいな。そうそうそう、でもドリンク入れられるし。へぇ。こんな感じ。お値段はちなみに1万2000円。あ、でもそんな、うんうん、普通ですよ。もうちょっとお高いかと思った。本当？うん、うん、面白かったね、ありがとう。なんて言ったのね。